わしが天下御免の歌舞伎者前田明一、こたびの題目は大河ドラマ鎌倉殿の13人第27回、鎌倉殿と13人日の本一早い生放送解説。さあということで、こたびの解説を見るとドラマを100話以上楽しむことができますように、最後までご覧あれ。歴史書から歴史の観点の解説と、ドラマとしての演出部分の解説なんかもしてまいる上に、存分に楽しんでまいろう。まずこたびの放送回であるが、第27回してついに第2幕の開戦と相なったわけじゃ。それも題目から分かる通り、ついに鎌倉殿と13人ということで、大河ドラマのタイトルは題目とかなり近しき文言になっている。しかしながら随分違うのは、のととでは随分違う。鎌倉殿と13人じゃと、これはもう対立分離をしておることが分かります。こたびの放送回もまさにそのような部分が描かれておった。大人たち、宿老たちの13人と和光堂たち6人衆を引っ張ってきた2代目鎌倉殿頼家様の心情部分がうまく描かれたものであったと。じゃがドラマではあの重大な頼家様の事件描かれることがなかったゆえに、こたびは解説でも頼家様のどういった人物なのかという部分もぜひみんなには知ってもらいたいと思います。では早速さまざまな題目から順次案内をしてまいろうと思う。まずこたびは1199年の1月から描かれたわけでござる。さあここではまずは京の都、つまり朝廷側の動きが描かれたわけなんだけども、ついに後鳥羽上皇様登場。さあこの方が鎌倉殿の13人の最後の敵、いわゆるラスボスと言っても過言ではない。何かと思うと、承久の乱で戦う方、あのオープニング映像でこの奥家様みたいにこう立っとって、武家みたいなが対立するところの、多分あの公家様が、あれおそらく後鳥羽上皇様なんじゃけれども、この方が、まあ、頼朝様の死について推理をされとって、見事的中させるような場面がござった。これ何を描いとるかと申すと、この朝廷の貴族たちはたくさん日記で頼朝様の死について描かれておったで、そういったところも回収しつつ、この後鳥羽上皇様が頭が切れる方であるということを描きたかったわけじゃ。何かと申すと、この方、文武両道の型破りな、とんでもないスーパーマンみたいな方なんじゃな。そもそも19歳で天皇職を一味方天皇に譲っておるわけなんじゃな。早い、譲るのが誠に早い。じゃあこの後に幕府を倒そうと承久の乱を引き起こすわけなんじゃけれども、この方なんと武芸達者だけでなく、なんと自ら日本刀を打ったり、また盗賊を捕まえに戦時に立つようなお方なんじゃ。かなり心も強いということが分かります。その中で承久の乱では三浦義村様を使って幕府を倒そうとするんだけども、三浦義村様に実は騙されておって、三浦様は北条義時様に情報を垂れ流ししておって、この承久の乱成功することはかなわんかったと言われてる。じゃがここから第27回の第2幕から確実に活躍する方じゃが見逃すことができぬ。続いて三左衛門事件について、さあここがドラマの中でかなりごちゃごちゃになって難しかったところであろうと思う。そして全然描かれてなかったが、これかなり重要な場面でござって、土御門様が出てきたのが分かりますな。この方が暗殺されかけたという事件なんじゃけども、1199年の2月、頼朝様の死をきっかけに頼家様の家督騒動が起きるわけなんじゃけども、これに乗じて起きた事件でござって、三左衛門というのは、これを起こした家臣たちの役職が左衛門の城から三左衛門事件と名が付けられている。改めて土御門の道親様は源の道親様でござって、源氏の関白みたいな方でござって、もう源氏の一番偉い方なんだな。その方がなぜ暗殺されかけたのか、これは道親様が頼朝様の死をきっかけに役職右近衛大将に任官されたわけなんじゃな。もともと頼朝様がついておった役職じゃ。これドラマでも出てきたかな。これに合わせて頼家様を左近衛中将に挙げたんじゃな。これなぜ挙げたのかと思うと、
幕府の特別な職を自らがついてしまったがために反発されるなということで、頼家様を挙げることで反発をかわすという狙いがあったのではないのかと思われる。そして頼朝様が亡くなって喪に服しておる間は昇進させられないというこの日本の風習がござる。しかしながら土帝様は頼朝様が亡くなったのを知らない体にして無理やり昇進させたんじゃ。強硬的な動きがあったためにこの事件が起きたとも言われている。これに反発した方がこの三左衛門たちなんだけれども、頼朝様の妹婿、新幕派の高卿一条高義様、あの王姫をな嫁がせようとしておったよという場面もドラマで描かれておったけども、この方の、まあ、家臣が、いやいかん、頼朝様が亡くなったでこのままじゃとわしら立場なくなってまうわ、なんか土帝様に追いやられるんじゃないか、よしその前に土帝様やってまおうということで計画を考えたことが漏れてしまって捕まったというわけじゃな。でこの時にドラマに出てきた幕府の対応どうするんじゃというやつじゃな。これを幕府の方、つまり二代目将軍源の頼家様は土帝様を支持したわけじゃな。ほいで京に使者を派遣してこの事件を解決したと。この当時頼家様はまだ18歳、まだまだ若い。まさにドラマで見ておってこの40分ずっと頼家様若いな、幼いな、考え方が甘いなみたいな風に思ったものがたくさんあると思うんだけども、まあ、これもちょっと頼朝様の妹を嫁がする側ととかな、いろんなこの関係値がある中でもっと複雑に本来考えねばならんけど、まあ絵をなんかまあとりあえず土帝様を支持しよっかみたいな、なんかもうちょっと雑というか、もうお主に任せるわみたいな、ちょっと投げやり感があったっていうのがこの頼家様の人物像を描く上で非常に大事であったなっていうところじゃ。でこれに関わった門閣というのが、流罪の処分に相申した。続いて結城朝光登場。さあこちらは源頼朝様11人衆の方でも解説させてもらった頼朝様のお気に中のお気にということで、この方は頼家様に梶原景時様を追い出そうと66人の御家人たちが書状したものを提出した人物でもござるわけじゃな。つまりこの鎌倉殿にずっと仕えていく重要人物でもござる。後には評定衆と呼ばれるもので鎌倉殿の宿老にもなり申す。あの承久の乱では東山道の大将も相務め申す。まあ言うてしまうと北条義時様と肩を並べるぐらい素晴らしい人物でござる。今後見逃すことなかれ。そして平の智康様、まあこれは良いか、蹴鞠を教えるためにな、今日の方から頼家様の側近になって頼家様がまあ、いなくなってからは京の方に帰ったということで、まあ、これまでの解説動画をもう一回見てもらうとこの平朝様は詳しく解説しております。続いて源頼家様6人衆ということで金銃を作り上げ申した。合議制の13人衆に対抗して頼家様がお前たちは信じないからなということで、若者たちを集めて結成したんだけども、これが小笠原長常様、比企時和様、比企宗友様、中野義成様、北条時貫様、北条頼時様の6人が登場したわけなんだけども、この時に比企が2人、北条が2人というふうに当主たちが話しとったけども、実際比企家は3人か4人でござる。で北条家が2人か3人、これどういうことかと申すと、比企時和様と比企宗友様に関しては比企義和様のお子でござる。でそれが2人と差し取ったじゃな。ほいで北条時貫様と頼時様が2人と申し取った。では小笠原と中野は何かと申すと、小笠原は完全に比企家側だって、比企の乱が起きた時にやられてしまう。この方はほいで中野様、この方は比企家かと思ったらば、なんと北条時政様に内通しとって情報を垂れ流してる方なんで、だって比企の乱が起きた時はこの中野様に注目してみると面白くなり申す。そして比企宗友様に関しては北条義時様にやられ申す。おそらくドラマの中でこの2人は強く描かれるかなと思います。まあ北条の2人は最後まで登場してくるからな、ご覧あれ。そして源頼家様最低事件、
さあこちらドラマで描かれなかったがほぼ最初の仕事というか、事件と言っても過言ではないのがこちらでござって、1199年7月足立森永様の子影森様と頼家様は仲が悪かった。ちなみに足立様は引き家側なんじゃけれども、ここ注目すべき事件、近住衆に命令をして影森様の留守中に影森様の愛人愛称を連れてこいと言うて、そしてその間に影森様を誘殺しようとした事件がある。ではこれ成功せんかったけども、誰が止めたか、北条政子様なんじゃな。政子様が助けた。もう政子様の株はここからどん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 上がってるからな。でこれなぜこんなことが起きたかと思うと、足立家が引き家側であったと思われとったけど、北条家と結ぼうとしておったのかなという、実は背景がござる。まあ実際頼家様と影森様が仲が悪いというのも大きな原因ではあると思うけども、引き家と北条家の関係値というのがここからどん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 大きくなってくる。だって今回のドラマの中でも引きが何人北条が何人っていう言葉がもう乱発されとったじゃないか。それはそういうことでござって、13人衆を選ぶ際もそこが強く描かれておったと。まあこの時にちょっと面白いなと思ったのは、三浦義村様がじいさんをやめておきましょうっていうところは、まあ個人的にすごくな印象に残ったんじゃけれども、まあ三浦家が一番じじいなんじゃけどな、13人の中で一番年長者が三浦様でござると。まあもしかすると来週描かれるかもしれんけども、頼家様がどんな祭り事をしていくのか楽しみでござる。じゃあ最後に感想でござるけれども、そして政子様が義時様を入れるんじゃなっていうのは意外でござった。これはどういう流れで入ったのかっていうのは歴史書なんかには出てこんけども、やはり北条政子様と義時様の兄弟としてこの幕府を盛り立てていくっていうところも、やっぱそういった側面もこのドラマの中でかなり強く描いていくのかなと思います。そして何より頼家様の涙、まあ悔しさ、そして御家人たちを信じない、まあそういった場面に関してはもちろん源の頼朝様でも見受けることができたけども、若い頼家様、誠に若い頼朝様はやはり人たらしでござった、いわゆるカリスマでござったで、それぞれの心をつかむのがうまかったが、頼家様はその辺が力不足。さあこれがどのようにドラマで展開していくのか、おそらく次週第28回名刀の主というのでは梶原景時様の立場がなくなるところが描かれると思います。ぜひ来週の放送までに鎌倉殿の13人衆の解説動画の方も見てもらいたいし、梶原様単独の解説動画を見てもらうと来週の予習になるかと思います。ではこたびの動画がためになったら、援軍はチャンネル登録、良きかなはいいね、コメントの方を残してちょうよ。ではまた YouTube おぬしチャンネル登録をいたせ。